水古殿、ラマサト・ラマサトは、中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古殿の登場人物。同志でその術は、千人の域にあり、天気を知る人知を超越した存在。108世の一人である、高孫マサルの同志としての死。アザ美州の2003に住む、老同士。弟子である、高孫マサルに、道術、戦術を授けた。 高孫マサルは、長外らと共に精神綱を奪取して、両山とマリ入りしていたが、高孫マサルは母に会うためにと言って両山泊を離れ、そのままに千0のラマサトの元へ戻って、修行をしていた。後に、祭神が、高連によって捕らえられた時に両山泊は、軍勢でもって、救出に向かうが、高連の操る妖術によって、散々に苦しめられた。そこで両山泊は、 高村マサルを呼び寄せて、高連に対抗しようと考え、迎えの使者として、大層、を、力を2003へ向かわせた。高村マサルは再度下山して両山泊に協力する、ことを決意するが、ラマサトは、高村マサルが再び図をせに関わることを憂慮し、下山を許さなかった。それに腹を立てた力は夜中に、ラマサトを襲おうとしたが、 ラマサトはこれを見破って逆に戦術で、力を懲らしめた。しかし、両山白の志に感じるところのあった、ラマサトは、力に免じて、高尊勝に下山を許し、高連の術に対抗すべく、後来天候の消防という秘術を授けてやる。結果、高尊勝は見事に、高連を破ることになる。しかし、ラマサトには、両山白の末路が見えていたために弟子としての高尊、 マサルが諦めきれず、コーソンマサルに両山泊を離れる時を示唆したり、双方に気を見て、コーソンマサルを2 0三に戻す約束をさせるなどしていた。そして放浪討伐を前にして、コーソンマサルは両山泊を抜けて修行の道に戻った。さらに両山泊壊滅後は、主部、藩随、共同生、生まれらも、ラマサトの弟子となった。続編の、水庫公伝では、 すでに他界していた。ありがとうございます。